ございます。今日はお知らせすることがあるのですが。今夜パーティーが行われることになって、私たちもそれに正装で出席していいとお許しが出たのです。はい、旦那様のお孫様がいらっしゃるので、それに合わせて社交パーティーをと。話では旦那様のご親戚や本社の重役の方々も大勢いらっしゃるようです。おそらくマリアお嬢様のご紹介がパーティーの趣旨になるのではないでしょうか。ではありませんよ、ドクター。ドクターもご出席の人数に入ってますから。せっかくお呼ばれしたのですよ。この機会にストレスを発散させてはいかがですか。私たちの清掃服姿を見られるなんて、もうこれしかありませんよ。ご心配なく、ちゃんとお貸しいたします。はい、実は私たちもお借りした衣装で出席するのです。ですから何も遠慮することはありませんわ。では決まりですね。後ほど衣装を何着かお届けしておきます。パーティーは夕食の時間にお庭で行われますので、着替えが済んだらお越しください。ジェーン、ディアナ、ミレイが呼ばれています。発言には問題があるように思います。でも確かにおしゃれができるのは嬉しいですね。自分が女性であることを誇れる瞬間ですから。精一杯おしゃれしていきます。
おお、来たな。ささやかながら今夜は無礼講だ。食事もワインもたっぷりある。ここでは普段の身分にとらわれず存分に楽しんでくれたまえ。我が孫娘マリア・パドリードに祝福を。ではまた後でな。あ、ドクター。見違えました。ありがとうございます、ドクター。とてもいい夜ですね。一夜だけの狂い咲きです。どうか倒らずにめでてください。そして男は傘の場になる。それは殿方次第ですね。ミレイにはまだ早いからお料理でも食べてましょうね。ええ、ほらこのプディングなんかどう。すみません、甘いのはちょっと。あ、いえ、そのちょっと最近お肉がつきすぎだから。いいえ、何でもありませんわ。では、ドクター、どうぞごゆっくり。ボーナセーラー、ドクター。わお、男前が上がったね。グラッツェ、どう、ドクター飲んでる。ダメだよ、飲み倒さないと。こんなのめったにないんだから。私、今日はとことん行くからね。ドクター、こんばんは。
げられちゃったね。あの子、照れてるだけだよ。気にしないで。それよりさ、飲もうよ。ほら、いろんなお酒がいっぱい。ねえねえ、これなんかどう？赤くて綺麗な色でしょ？ほら見て、瓶の底に虫が入ってるでしょ？この虫が赤い綺麗な色の元になってるのよね。じゃあまずはドクタから。予算の配分が悩みどころだな。カロッチョ、お前の領域だ。心得ております。ところで、ご当主様、我が不祥の息子が待ちくたびれております。婚礼の話がまとまってから早2年。そろそろ九段の花嫁を頂戴いたしたいのですが。お前の息子、フェデリコとか言ったかな。うん、さようで。そやつとて、仮にもファミリーの跡取りって、たかだかシチリアの娘ごときにうろたえるなど、感心できる態度とは思えんな。しかし、ところを恐縮ですが。こちらこそ、お招きに預かりまして恐悦しようと。お見かけしたところ大変お元気そうで、誠に喜ばしい限りです。例のシンジケートはその後どうですかな。はい、おかげさまで私どももようやく窮地を免れました。それもこれもすべてあなた様に申し分のない仕事をしていただいた。あの資格がなかなかに優秀でしたな。テロリストをもってテロリストを制する、いやいや、なかなか思いつくことではありません。ただの巡り合わせだ。私は駒を配置したにすぎない。ご謙遜を。ところで、私どもからの報酬はいかがなくらいですかね。まだ会ってないのかね。そのあたりにおるはずだが。私はあの娘に嫌われておりますから、お役に立ってることだけを伺えればそれで十分かと。あれはなかなか悪くない。重宝しておるよ。それはそれは、あの不愛想な娘を気に入っていただけるとは思いませんでした。ここに呼ばせるかな。いえ、ダイアナには会わずに帰りましょう。私はあの顔を見るたびに、そ
欲で身が引き裂かれる思いがするのです。あれを飲んだらあの女と同じ顔に。では私はそろそろ失礼させていただきます。シニョーレパドリーノにおかれましてはつつがなくご送検のほど。やつも病んでおるわ。縁も竹縄となってまいりました。これより我がコムニオン自慢の楽隊が皆様に素晴らしい音楽をお届けします。ご希望の方はどうぞパートナーとご一緒にダンスをお楽しみください。いつもやら
らしい目で見れるの。そんなことは決して。うるやい、助けて。ガハミア、ジョバンナ様がリプレイモードに。うるやい。あの日はね、でも知ってるんだからね。誰か止めろ。誰か。うるやい。